ほい、どうも、徳さんです。当初はバンバータ時代の兄貴、これ5、6年ぐらい前かな。軟式大会、全国大会の3回戦、東京代表の東京バンバータさんの試合です。1イニングだけ素材がありましたので動画にしてみました。バンバータさんには許可いただいております。僕もね、全国大会行ったことないんですけどね、非常にやっぱ緊迫した雰囲気なんですよね。激しい声が飛んでおります。これ場所どこなんですかね。めっちゃ木が生い茂ってますけど、なんか前に北海道でやったって言ってたような気はするんですけどね。行ってみたいな、全国大会。やっぱりセーフ。おそらく行ったことないですけど、全国大会レベルになるとこういう出塁のされ方するとやっぱりこう嫌な空気とか流れるんでしょうね。バッターあるよ、調子いいから。このバッターやってるやん。さあ踏ん張れ、ピッチャー。よっしゃよっしゃ。先生早いね、やっぱ変わらずと。5、6年後も変わらず。さあ追い込まれてからのバッティングですが、是が非でも右方向っていうのが見えますしね。こういうバッター、こういうね、高いレベルまで行くといますよね。ライパチにもこういうバッターにやっぱなってもらいたい。うおー、ナイスボール。変わらんな、速いよ。おスライダーをカット。全国大会ってことでね、緊張感がやっぱ映像としても伝わってきますよね。これも当てる。相手もすごいですけど、際どいとこ、ホール兄貴、5、6年前の兄貴。ちょこんって出されるとピッチャー嫌でしょうね、やっぱね。素晴らしいバッターがやはり多いんでしょうね。ファーストボールか。エラーかな。出塁を許して、まあ、1、2塁、まあ、嫌な展開ですよね。サードのエラー、パスのエラーで1、2塁に出してのピッチング注目します。よし、ちょっとギア入ってるかな、これ今と変わんないですかね。こう得点圏に進んだ時に1つ、2つこうギア上げるっていうのをね。おお、めっちゃギア上がってるわ、兄貴。しかしバッターも空振りせんな、本当に。レベルが高い。ナイスボールだけど、これはボールか。すげえな、バッター見えてんのかな。さあ兄貴も踏ん張りどころの場面です。おインフィールドフライでツーアウト。さあ、ツーアウトから。おお、キャッチャー膝立ちで一塁スローイング森中へ。
なんとか打ち取りたいですね、ここまで来たら。よっしゃ、ナイスボール。よし、こうやっぱこう大振りしてくるようなバッターがあんまりいないですよね。ナイスボール、スライダー。これで追い込んで、ワンボール、ツーストライク。こうなってくるとやっぱ相手バッターこう三振だけは避けたいから、やっぱ当てに来るというかミートに徹するんでしょうね。決まった。やっぱそういうミートに徹することができる、まあ、チームとして、まあ、そういうのがこう全国大会というレベルの高さでしょうね。センターフライでスリーアウトチェンジ。全国大会でのピッチングでした。相手も変わらずいいピッチャーだな。チャンネル登録よろしくお願いします。